本記事では2020年6月17日に宮城県上空等で確認された正体不明の白色の気球のような飛行物体について記述する白色の気球のような球体のもとに十字状の構造物がありその構造物にはソーラーパネルのような板が十字の短い側に片側五体短い側から180度反対側となる長い側に 六体ついていて、板のついた構造と直行する対象な構造には、板はついていない。また、十字状の構造物の角先端部には、アンテナかプロペラのように見える白い部品があり、加えて、板のついていない構造には中ほどに二つの白いプロペラがついていて回転していることが確認されている。飛行高度は1500から1万メートル以上の上空で、 運用者や用途は不明。宮城県や福島県、山形県等で2020年6月17日5時頃から目撃された。専門家は観測された高度から複数の気球が別々の場所で飛ばされていた可能性も指摘している。気象観測用のラジオゾンデ気象観測用のラジオゾンデに形状が似ているが、 通常の気象観測用気球の費用時間は1時間半程度で、宮城県ではラジオゾンデを使った観測は行っておらず、仙台管区気象台は気象台の気球ではなく、正体はわからないとしている。また、国土交通省仙台航空事務所は、今回の物体の飛行に関して、航空法に基づく届けでは出ていないとしている。運用者と運用目的は、 2020年6月17日時点で不明。2020年6月17日時点で仙台管区気象台は気象台の気球ではなく正体はわからない。また取り付けられている機器の形状から気象庁のものではない。国土交通省仙台航空事務所は航空法に基づく届けでは出ていないとし、警察は誰が飛ばしたものなのかと詳しい情報はわからない。 宮城県危機対策課は各機関と連絡を取り合っているが有力な手がかりはないとしている。2020年6月17日、警察がヘリコプターを使用する通して調査したところ高度1500メートル以上の上空を飛行していた。2020年6月17日11時30分頃の時点で宮城県渡り郡山元町上空、 約2700メートルを飛行するヘリコプターよりもかなり上を飛行していた。2020年6月17日正午過ぎの時点で仙台港上空3000メートルを飛行するヘリコプターよりも上を飛行していた。上空1万メートルを飛行する羽田駅の旅客機内からこの物体を撮影した人物もいる。正確な大きさは不明。球体部分の直径に関しては 直径約2メートル、少なくとも直径約10メートルなど複数の予想がある。詳細は不明。プロペラのようなものがついていたとされている。また、強い西風の吹いている3000から1万メートル以上の高度に存在していたにもかかわらず、半日も本州上空に止まっていたことから、何らかの動力が存在したとの予測がある。 18時頃から17日に目撃された物体と似た物体が秋田県秋田市川辺で目撃された。5時頃から宮城県で目撃され始め、警察への通報が相次いだ。8時頃から福島県福島市で目撃された。8時15分頃から宮城県仙台市で目撃された。8時30分頃から宮城県湯う丸森町。 山形県東根市で目撃された。9時10分頃から、宮城県名取市で目撃された。10時頃から、宮城県仙台市青葉区、宮城県名取市、福島県福島市で目撃された。10時30分頃から、宮城県渡り郡渡町で目撃された。11時30分頃から、宮城県渡り郡山元町上空で目撃された。 12時30分頃から山形県山形市上空付近で目撃された。午後太平洋側に流れていった。18時頃引く、同物体の現在地は不明。18日の時点では、同飛行物体は確認されなかった。ABCDEFGH、宮城県の上空に浮かぶ、謎の白い物体、気球誰が何のために ヘリコプターで接近を試みると、FNN プライムオンライン、2020年6月17日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年6月17日閲覧、ABCDEF 日本放送協会上空に、謎の白い物体通報相次ぐ東へ移動し、消息不明に宮城、NHK ニュース、2020年6月17日時点のオリジナルより、 アーカイブ、2020年6月17日閲覧。AB、空に、謎の白い球場物体、目撃多数、宮城県、情報収集に努めている、国内、ニュース、読売新聞オンライン。2020年6月17日閲覧。ABCDEF、消えた、白い物体一体どこに、専門家、複数飛んでいた可能性も、宮城発。 2020年6月17日へ閲覧。AB、何時間も浮遊する、謎の白い物体その正体は、現時点で不明宮城。ウェザーニュース。2020年6月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月17日へ閲覧。AB、白い飛行物体が出現、気球正体は、謎、仙台上空、ジジドットコム。ジジドットコム。 2020年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年6月17日へ閲覧 ABC 警察がヘル出動まで謎の白い物体が、宮城、福島、山形の空にその正体は FNN プライムオンライン2020年6月17日へ閲覧 ABCDE ネット騒然、青空に白い謎の物体正体は news.tv-asahi.co.jp 2020年6月17日閲覧。謎の白い飛行物体について防衛省。自衛隊の気球ではない。アベマタイムズ2020年6月22日閲覧。続報上空を浮遊する謎の白い球体。航空評論家に見解を聞いてみた。福島発。FNN プライムオンライン。 2020年6月22日へ閲覧。AB、宮城県の上空にバルーンのような白い物体。ネトラボ。2020年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月17日へ閲覧。白い物体は何専門家の分析は KHB 東日本放送。2020年7月16日へ閲覧。ありがとうございます。